あ、こんにちは。後ろです。今日はあるグッズが到着したんで、それを開封していきます。新しいグッズこちら、バン、ウィーカズ2021製品版到着しました。早速開けていきましょう。こちらのジャケット、コールスローのドラム、うちの PA 長谷間雄太郎がデザインしました。確か誰にも奪わせないぜ。 We are live all together。 亀さんの言葉が入ってますね。僕はこう、これはここにこうやって挟んでる派です。ちょっとジャケット見ると、うおー、こちらディスク1、こちらディスク2、レイブトゥギョードー、これいいな、マジでプレステのソフト感半端ない。わかるかな、プレイステーションね、あのファイナルファンタジー7とか8とかの、あの2枚組とか4枚組とかのやつ、ワクワクする。ではジャケットです。なんかバンドと曲名、メンバー等が書いてあります。これあのロゴがあるバンドはロゴをもらって、ロゴがないバンドはゆうたろうくんが全部作ったらしいです。こちらの写真、優雅光の写真です。こちらあの僕のひやかむざさんのロンティのデザインを使われております。カズホー、はい、こんな感じで2021のカズホールの20周年を記念するオミニバス VA カズが本日到着しました。レコーツが10月の9日土曜日と10月の10日日曜日 2days で行っていきます。基本的にはディスク1、ディスク2の、バンドで分けてありますが、まあバンドの予定もありますので、ちょっとそこはこうテレコになってるバンドもいます。内容はかなり面白い感じのイベントにもなってますし、音源も、まあ、僕は一足先に聞かせてもらいましたけど、本当に素晴らしい音源ができたなと思っております。ディスク1、ディスク2っていうのがね、ワクワクしますね。いいデザインだな。ジャケットもなんかグッズ作りたくなる。何でもグッズ作ろうとして、はい、そんな感じで10月9日と10日のレコーツの情報はこちら、バン。はい、でオムニバスのディスク1、ディスク2の詳細の情報はこちら、バン。はい、こんな感じ。20周年20バンド20ソングス、盛大にカズホールの20周年をお祝いしていこうじゃありませんか。また告知等していくと思いますので、カズホールの SNS、インスタグラム、ツイッター、ホームページのチェックして待ってください。YouTube の方も、細かく情報を発信していきますので、皆様チャンネル登録等をして、チャンネル登録等をしてもらえたらとても嬉しいです。まあ、年内にちょっとでも1000人に近づけたら、いいなと思ってます。なかなか最近配信ができていないので、YouTube の方が登録者数1000人に行ったりしたら、うちもスーパーチャット等を使ったイベントをやってみたいなと思ってますので、ご協力のほどよろしくお願いします。さあ、バイナラのー。